やっほー。急に始めちゃって申し訳ないんですけど、今日は大学だよ。だって、ちょっとね、15分しかできないんですけど、ぜひ。あ、間違えた。待って待って、なんかすごいことになってる。え？なんかすごいことになった。あ、来た来た。あ、来た。そう、この時間がね、めっちゃめちゃちょうどいいんですよね。そう、ちょうどいいため。なんかすごい。さあ。さあ、今日も、あ。今日も黒いお洋服でーす。なんか今ね、配信画面がとっても変なことになってて、まだあった。15分しかいけないんですけど。ちなみにネイル変えた。じゃーん。いつも黒の色、黒色が入ってたんですけど、今日は間違えた。今回はピンクとか白とかをメイン。最近は何があったかな。見て、前髪やばくない？伸びすぎだよね、さすがに。おいしい！ ASMR みたいな。最近そういえば、マツケパーマ行ったのね。見て、ほら、パリジェンヌやりました。そしたら結構上がった。いい感じ。最近ですね、やっと大学に慣れてきまして。鼻毛パーマちょっとやってみたいな。そうですね、慣れてきて。でもちょっとテスト、これからテストとかあるって考えたら、本当にどうしましょうって感じなんですけど。今とっても出雲大社に来たわけなんです。課題の量はね、とっても多いです。わかんない、これが普通なのかな。多いと思う。
ぼっち飯はしてないよ。友達と、でももしさ、これから友達がちょっと行けないみたいな、今日学校に行けないってみんな言って、本当にもう一人ぼっちの時は学食で食べずに違うところに行って食べます。大学を出て学園の日の子さん、アイドル活動で目指してて、え、本当に？そしたらうるさいことになっちゃう。とりあえず単位を取れれば。学食で美味しいの見つけた。うん、見つけた。でもやっぱり大学って慣れると、なんか今日行かなくていいやみたいななりそうでさ、いや怖いよね。いや私もなんか今日行かなくていいやみたいな思う時最近めちゃめちゃあるけど、行ってるちゃんと最終的に。とりあえず単位を取れれば、卒業できればいいんです。すごいでしょ。一年はちゃんと単位取った方がいいね。そうだよね。伊豆の大社に行きたい。院にも行くよ。だってどうする、行っちゃったら。ひなにはミスなん丸々大学。でもさ、普通にあれってさ、あれなんじゃないの、なんかあれなんじゃないの、一般の方がやる。ネイル変えた、こんなん。賢いキャラ、賢いもん。アイドル東大、そうそうとか言って、大変だけど1年でフルターンすればなんとか。あー大丈夫かな、フルターン取れるかな。男友達はできたなんて、私ができると思いますか。逆に本当にできていないです。なんかもうずっと4人でいるんですけど、私合わせてずっと4人でいます。そしてずっと4人でご飯も食べて4人で過ごしています。その4人以外とは喋ったことない。女、女性の方も男性の方も。女とか言っちゃった。そう、ジェルネイル免許取りたいね。ケイだとトモちゃんいるから。そう、トモさんとね、大学の話たくさんしてます。再来年じゃない、私成人式。そう、東大が滑り止め待って、本当にやば、怒られそう。ここにいる男の人が男の友達。そうだね、このショールを見てくださっている方がお友達です。ミスキャンパスは優勝しちゃう。優勝するわけないじゃないですかえ、本当にモテないです。え、本当に本当にモテないです。特色美味しいよ。どこの大学なのだって。
ちょっと今はちょっと本当にモテないです。本当に喋ったことないです。本当に喋ってない。はい、なんか強いて言うなら、なんかゼミっていうのがあるじゃないですか。なんかゼミっていうのはなんて言うんだろう、なんて言うんだろうな、なんかクラスじゃないけど、まあクラス制みたいな、15人くらいの、そんなにいたっけな、なんかゼミっていうのがあるんですけど、それはその時に自己紹介したくらいです。なんか隣のなんかグループを家庭で作られて、発音、え、何、じゃあ発音、ゼミ、まあ何でもいいんだけどさ、それでそこでなんか隣のなんかグループを作られて、でそのグループの中で自己紹介して、そしたら右隣の人が、ん？自分の右隣の人を自己紹介するみたいなやつで、なんか隣の男性の方に私自己紹介されました。でも私が自己紹介で言ったのは、なんか聞いてください、なんか多分普通のね、高校生、そう、他者紹介とかで、なんかちょっと気まずかったのが、こっちの方の男性がなんか、私ね本当に部活とかもやってなかった、高校でさ、その部活とかもやってなかったし、アイドルだからその部活やってないし、バイトもやってないじゃないですか。でそれでね、そのなんか最低限のことを私言ったんです。なんか例えば名前とか、あとどこ出身とか、血液型とか、あと第二外国語何取ったとか言って、でそれを多分こっちの左隣のことが私のこれをね紹介してくれるんですけど、さすがに私紹介することが少なすぎて、なんかいろいろ聞かれたんです。なんかバイト何してるんですかとか、部活何やってましたって言われて、何にもやってないじゃないですか。でもアイドルなんて言えないから、言って、だってさ自分から言うほどことでもないじゃん。だから、あ、バイトやってないです、あ、部活やってないです、あ、めちゃくちゃ気まずくて、そしてなんか反応、え、なんか、え、みたいな反応がね、え、って言われちゃって恥ずかしかったっていう、すごく気まずかった。だって周りの人はなんかバイトやってます、カフェでバイトしてますとか、あとなんかなんだろう、居酒屋でバイトしてますとか、あ、部活サッカーやってましたとか、あ、部活バレエやってましたってみんな周り言ってて、私だけその他己紹介でさ、ちなみに奥原さんはバイトも部活も何もしてないそうですって紹介されちゃって、ちょっとまあ仕方ないですよね。うん、多分周りの人からしたら、え、この人どうやって生きていってるんだろうって思うよね。私火曜日は休校だから、火曜日配信、休校いいね、休校っていいね。私今オンデマンドとかあるから結構楽だけど、もし後期なくなったらもっと大変になっちゃうね。しょうがないですよね。劇場のバイトしてました。言いにくい、 AKB ですって言えばよかった。いや冗談ですけど、堂々と、え、バイトとか何してますか、あ、AKB です。
来たらどういう反応されるかな。びっくりするよね。総選挙ないとか聞かれそう。総選挙私1回しか出たことないよね。総選挙ないって聞かれ、あ、県外です。お買い物行ってらっしゃい。中西県に所属して、あ、そういえばよかった。神々のお使いしてました。あ、それ言えばよかった。あ、ダンスやってます。いいね、それいいね。でももう遅いんだよね、これもう4月とかの話だから。そんなこんなで、あと課題とかはお姉ちゃんとお兄ちゃんも大学行ってる。お兄ちゃんも卒業したかな。お姉ちゃんも大学行ってるので、なんか分かんないことは聞いたりしてますね。なんか最初もう友達が作れないっていう相談をしたりとかね、ありましたね。私のお姉ちゃんは私と真逆で、すごく柔らかい雰囲気だから、多分めちゃめちゃ話しかけやすいと思う。私ってちょっときつそうじゃないですか。しかもマスクしてたら余計ね。でもお姉ちゃん本当にふんわりしてるから、清楚系、まあ、私も清楚なんですけど、お姉ちゃんもちょっとすごいんで、話しかけ、だってお姉ちゃんいつも話しかけられてる。なんか写真撮ってくれませんかとか、道を尋ねられたりとか、ね、私なんて写真撮ってくれませんかって言われたこと本当にないと思う。顔丸いし、眉毛も濃いし、唇も厚してきつやばい、全部でダメ。ボクサーさえって興味あるって、怖い。お姉ちゃん優しいよ、頭いい、私と違ってということで、ランキングあります。13位、ひろゆきりんさん、ありがとうございます。12位、梅こぶちゃアットマークなとりのんさん、ありがとうございます。11位、ポムさん、ありがとうございます。10位、ひらっぴアットマークひなこにメロメロさん、ありがとうございます。9位、マジックさん、ありがとうございます。8位、まぼろしさん、ありがとうございます。7位、下をパイパイさん、ありがとうございます。6位、ムムさん、ありがとうございます。5位、ペロペロチーノさん、ありがとうございます。4位、ショート、ありがとうございます。3位、ユキタ、ありがとうございます。2位、ニャーカットマークなこいしさん、ありがとうございます。そして1位は W アットマークなこいしさんでした、ありがとうございます。 W ガイさん、ありがとうございます。ということで、少しの時間となってしまいましたが、見に来てくださってありがとうございます。それではこの後も頑張ります。顔丸いな、ちょっとやだ。こうしよう。あと6月9日あさっては K 公演です。2回目の K 公演、頑張ります。まだ見に来てない方はいつか見に来てね。バイバーイ。